はい、どうも、はじめまして、こんにちは、ゆういちです。今年はチャンネル登録2000人目指してます。ぜひ、チャンネル登録お願いいたします。ということでね、まず皆さん、大会、お疲れ様でした。オールスター杯ね。僕はね、ゴールデンウィーク、なかなか結構ね、予定が詰まってて、なかなか大会できなかったんですけど、まあ、次回ね、頑張っていきたいなと思ってます。はい。ということでですね、本日はこちら。はい、まあ、この画面はね、スターロードの契約書、やつなんですけど、まあ、エース枠もね、追加されましたしね、契約書大開封を今日はやっていきたいと思います。ちょっとまあ、とりあえずこれを獲得して。はい、ということでね、さっきね、契約書大開封って言ったんですけど、数えたらね、全然なくて、S ランク契約書が3枚と、S ランク 10% 3枚、S ランク 30% 3枚と、ゴルチケ9枚。全部で18枚しかなかったんで、まあ、ちょっと結構尺短いと思いますけど、まあ、最後までね、見てくださると嬉しいです。ではね、ちょっと僕のね、今欲しいと思ってる選手紹介したいと思います。はい、まずはね、ヤクルト村上選手です。まあ村上選手はね、最新シリーズをね、常に持っておきたいんで、ちょっと欲しいなと思ってます。はい、お次ね、巨人からは、菅野選手と、高梨選手と、ビエイラ選手と、坂本選手ですね。まあこの4人、欲しいなと思ってます。やっぱ巨人は強いですね。今回ね、当たってくれたら嬉しいです。はい、お次ね、ちょっと球団飛びましたけども、オリックスのね、山本由伸選手、欲しいですね。まあこの間ね、エース枠のね、小森ドラフトで引けなかったんで、ちょっとここで引きたいと思います。はい、お次、楽天のマー君ですね。田中選手。マー君もね、欲しいです。はい、お次、ソフトバンク、千賀選手ですね。千賀選手ね、やっぱこのスプリーム使ってみたいんでね、このスプリーム持ちの千賀選手欲しいなと思ってます。はい、お次、日ハムね、宮西選手ですね。宮西選手ね、今持ってるやつが、出率3100なんですよ。まあ、結構ね、化石みたいな宮西選手なんで、ね、結構そろそろ、マジで継承したいなと思ってます。はい。はい、お次、ラスト、西武ライオンズですね。西武ライオンズは、僕ね、自チームでやってますんで、まあ、全員欲しいです。まあ、今持ってるのがね、竹熊選手と岸選手だけなんですけど、限界突破がね、全然できないんで、まあ、ここの被りはね、全然ありです。はい。西武は全員当たって嬉しいです。はい、それでは早速ね、まずゴルチケ9枚ですね。ちょっと若干、9枚っていう切り悪いんで、1枚 A ランク契約書入れますけども、まあ、ゴルチケ10連からやりたいと思います。でね、ちょっと今僕花粉症でね、結構鼻ムズムズしてるんで、若干鼻声かもしれませんが、ちょっともしね、お聞きにくかったらすいません。やっぱね、鼻詰まってるとね、結構喋りづらいんで、噛むかもしれませんが。はい、それではやっていきましょう。お願いします。さあ、ゴルチキからね、出たらめちゃくちゃでかいっすよ、S ランク出たら。まあ一応ね、1枚 A ランク契約書入れてますんで、まあ A ランクは1枚確定してるんですけど、さあどうでしょう。最後割れてなし。いやー、まあ、やっぱゴルチキは厳しいっすね。はい。堀選手。A ランクもまあ集めておきたいんですけど、はい。お、唐川選手。ラスト。はい、B ランク。あざした。はい、お次ね、S ランク確率 10% の契約書っすね。多分今日から来てるチャレンジカップでね、この S10% の契約書ありましたんで、ちょっと1枚ゲットしてきました。まあ、なので4枚入れたいと思います。お願いします。さあ、10% 引き当てたい。お、飛んだ。あ、これ飛んだら。お、S ラン確定しました。来た。さあ、誰出るでしょう。さっき言ったら狙いの選手が出てくれたらめちゃくちゃ嬉しいです。さあ、4枚引きたい人だと4枚引き。はい。A ランクですね。大島選手、これで極みだ。あざます。はい、来た。ああ、梅野選手か。まあまあまあ、ありがとうございます。S ランク、あざます。はい。丸選手、ラスト、ここも S ランク欲しい。お願いします。なし。まあまあまあ、S10% からね、1枚出たのは結構でかいっすね。さあ、お次 30% もね、引き当てたいっすね、S ランクを。3枚あらず。これで終わりかな。はい、OK。じゃあ、S ランク確率 30%、3枚いきます。お願いします。さあ、頼むよ。ここ重要。ここの演出重要よ。こっからよ。うわ、やばいよ、これ。やばいよ。演出ゼロよ。割れて。わ、ないんかい。30% はないんかい。あ、ウー選手ナイス。ナイス。ロハス、マジでめっちゃ当たる。もう多分7枚は当たってる。あざます。はい、S ランク契約書3枚ですね。まあ1枚ずつ引いてね、尺を稼ぎたいという気持ちもありますが、やっぱね、見栄え的には S ランク3枚ね、出したいんで、行きましょう。連続で。お願いします。とりあえずね、エース枠3人。山本選手と千賀選手とマー君。この3人欲しい。マジで。さあ、演出、青く燃えました。スコーンと、入りました、カットインが。割れて、はい、1枚目。はい。おー、来た。よし。よし。あざます。いや、これはでかい。山本由伸選手、これはでかいわ。ありがとうございます。
さあ2枚目いきましょう。2枚目誰出るでしょう。お願いします。はい、お、中野選手めちゃくちゃ潜在写真最近出てんのかな。ちょっとあんまり阪神の情報を追えてないんですけども、まあまあ OK です。あざます。さあラスト3人目です。狙いの選手は出るでしょうか。お願いします。はい、お、杉浦選手かぶりか。まあまあまあ山本由伸選手出たんでね、 OK です。ということでね、結構動画の時間短いと思いますがね、今日はこれで終わりたいと思います。チャンネル登録とね、高評価をお忘れなくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。